こんにちは、速稼塾の方です。今回は8月8日ズームライブのことについてちょっとお話したいと思うんですよね。まあ誰にもね、もう抜け出せないようなどん底ですとか、裏目を引いてもう手も足も出ないっていう状況に追い込まれることってあると思うんですよ。でもそういう時に運よくね、状態がくるっと変わってなんとか九死に一生を得た、こういった経験があるのもまた事実なんじゃないかなと思うんですよ。で今回はですね、運を自分の思いのままに扱えればいいよねってことで、まあ通常私はこういう話しないんですよ。運任せではなくて自分で積み上げていくのが人生であり運命だとは思うんですけども、そうは言ってもね、天気のように、そして地震のようにね、自分の人知の及ばないようなそんなチャンスが訪れたり危機が訪れたりするってことも、これは認めないといけないと思うんですよ。で今回はね、非常に貴重な機会として、私の熟成の中でこういった運をしっかりと研究してね、それを自分の人生に、そして私の人生に使っている、そういった方を紹介したいと思います。リノアちゃんというね、まあ、女の子なんですけども、こういうふうに今日のメールマガジンでは書かれております。捨てる神あれば拾う神あり、地味に頑張っていれば人生いいこともあるんだなぁと、そんなふうに、巻き返しまして、そう何度も何度も自分が再生できているのはこのカレンダーのおかげですということで、運命をね、司るカレンダーっていうのがあるんですよ。その話を8月8日してもらおうかと思うんですよね。そしてこういうふうに書いてあります。これ私のことなんですけども、赤字経営の店舗から脱却し、ビッグウェーブの年にはキャッシュで一戸建て購入、これ私のことですよ、うん、あのすごいお方との夏の癒しトークと金運アップのお話をしたいと思いますっていうふうに話してくださってますね。ということなんで、この運を扱うリノアちゃんとその運を分けてもらって今の状態になっていると言ってもね、差し支えない私のこの2人のね、金運アップのトーク、これを8月8日の21時から1時間の予定でさせていただこうかと思います。まあ、ちょっとはにかみ屋のね、あのライブ放送苦手なリノアちゃんなんですけども、まあでもね、皆さんのような鑑定とか、それから運の操る力、これはね、私よりもかなり爆発的にあると思いますので、皆さんもその運をね、少しでもあやかって使っていただければと思います。私もこれね、もう本当に太鼓判を押したいぐらいの運勢の扱いです。京都にもね、あの風水の先生がね、天野先生っていうのがいらっしゃって、うちにも来てくれたりとかして、天野先生との出会いも私の運勢をすごく盛り上げてくれたんですけども、やっぱりね、女性の操ってる運って侮れないものがありますよ、うん、やっぱり男性の人生っていうのは女性によって変わるとも言われてますしね、うん、この8月8日の21時、このライブはね、ちょっと来ていただきたいかなと思っております。それでは動画概要欄に Zoom の URL をつけておきますので、よろしかったらね、こちらの方からいらっしゃってください。特に参加費もかかりませんし、制限もございません。どなたでも参加できます。よろしくお願いします。